まず沈むっていうのも、この棒立ちの状態から沈むっていうのも見といてほしいんですけど、ここから鼠径部、膝、足首のあたりが緩んで地面に突き刺さる感じ。3点が親指の付け根、小指の付け根、かかとあたりが特にこう根を張るような感じで、最初はそうやって意識してもらったり、でグーッと落とす。でそこからこの波、地面から吸い上げる波をグッと起こして、それが手に伝わるから手がだん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 勝手に上がっていく。でここまで来たら自分が軸に入ってグーッと体幹の方が丹田の方がグーッと圧縮するような意識があるから肋骨も閉じてきて、それに合わせて腕が寄ってくるから沈む。で、もう一回棒立ちの状態から下にスーッと一回埋もれる、埋もれてから地面からグッと吸い上げる意識が手に伝わってスーッと手が上がる。でここまで来たら軸に入って座るような、でグーッとこっちの方4回だけ。鼠径部、膝、足首意識してスーッと地面に埋もれる、してふっと波を地面から吸い上げる形で手が上がってきて、前に来たら重心、中心を戻して、ぐるぐる肋骨の方、体の前面の方がギュッと圧縮されて閉じてくるから、手がそれに連動して沈んでおる。